頭がやばいんで。自分で来たの？いや、なんかパイオニアのすぐ近くにあるなんか変なバーバー連れてかれてやっちゃったっあそこの手前で、ちょっとじゃあ何稲葉玲王のボードを乗らせてもらえるっていうことで、はい、いいですか。じゃあ今日はちょっとじゃあ借ります。これどんなモデルコンセプトっていうかどういうあれで作ってんの？これは別にレオのシグネチャーとかではない、じゃないっすね全然。あ、そうなんだ。この K3 はもともと多分カラニロブの K だと思うんですよ。はい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 、確か昔の、うんうん、カラニロブの音だね。はい、うん、でまあこっちはなんかもうみんな今セスとかジ、はいはい、ークとかケアヌとか、うん、一番乗ってるベーシックなモデル5プラス。すごい良さそうだね。どっちも乗っていいの？どっちも乗ってくださいこのボードをちょっとお借りして。はい、5.9かリッターはどのくらい？26っすね。全部でかっ、まあ、でかいけどこれぐらいなんだね、やっぱ。でもレオ身長いくつ？身長172とかっす。あ、72あんだ。じゃあちょっとつべこべ言わずに行ってみますか。レオちゃん行ってみます。つべこべ言ってたのは俺だけど。良さそうじゃん。意外とありますね。サンドバーとかでもいいよね。全然。オフザ左サンドバー。はい、面白そうじゃん。これいっか。最近知ったこのジュースを。何それ？
あんまり食べるとサーフィンできなくなっちゃいます。